イカって結構な水平移動の速さ、ビューっていう速さにも後ろから追いかけてきて抱いてくるんで、どちらかというともうあのエギを止めてるよりかは水平移動を速くして広範囲に探っていくっていうのがこのボートエギングの魅力でもあり、そのやっぱり当たりを多く拾う、広範囲に攻めるっていう一つの利点ですね。とりあえずボトムですね。もう基本ボトムで、ね、潮が速い時はもうそこから1メーター以上上げない。もう その間であの壊すイメージ で、まあ、今みたいに潮が緩いとある程度、そこから5メーターぐらいまでは探ってくるんですけど、まあ、基本はもうそこ、ね、そのためにやっぱりあのアゴリグ3グラムから、まあ、15グラムまで潮の速さ水深によって使い分けるっていうイメージですね。しゃくり方に一つの特徴があって、普通のエギングだと、まあ、例えばこうやってラインを頼ましてスラグジャークとか、あと、まあ、こうパッパッとこう激しいしゃくりやってイカの当たりを待つんですけど、ボートエギングの場合、まあ、船が常に動いてるんで、その動いてるのを利用してまずそこを取ってたら、こうやってあのジギングみたいにワンピッチジャークをこう繰り返して、あのそこのエギ、あそこにあるエギをパン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 と誘い出す、イカを誘い出す。そしてその後こうやってストップして、このあれですね、穂先を見ながら手に当たる当たりも待ちながらっていうのをやるんで、ボートアゴリグの特徴としてはそのスラックとか、まあ、シピシっていうのもたまに織り交ぜるのは OK なんですけど、基本的にはそこから、ワンピッチジャークでジャガ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 、まあ、3回から5回ぐらい巻いて、ね、止める、ね、止めた後、まあ、ボートが引きず、スライドするんで、そのスライドに合わせたようにこう待ちながらやっていくと、もう勝手にエギが水平移動して、でその中で例えばロッドをこう効いてるのをプッと止めると、まあ、エギが一瞬ステイになったりとかっていうアクションも一つ入れていってもらうと、一定の当たりが出ない場合の時なんかはよくパンと急にエギを止めるとバンっていうすごい当たりも出る時あるんで、使ってみてください。エギがそこについてて、ラインと自分が本来基本的には一直線が理想なんですけど、潮が上潮がいってると、上のラインだけふわーっと吹けて、結局エギと自分が一直線にならない状態で、当たり以前にもラインが吹けてるんで、とりあえずそのラインをまっすぐすることを先決に、しかもそのエギを上ずらせない、エギを上げずにラインをまっすぐってことは、そのフォールしていく1回目のフォールの時に何度かしゃくりを入れてやって、ラインをまっすぐしてまた落とす、ラインをまっすぐして落とす、でそこに着いた時にラインと自分がまっすぐでないと、一番最初みたいに根掛かりっていうことがなってしまうんで、できるだけ自分とラインがまっすぐにしてイカの当たりだけを待つ、まあ、この金属製のティップ、ちょうどあの白い部分が金属製メタルトップになってるんですけど、あの部分がちょうどよく曲がって戻る当たりも食い込む当たりもピンポンダッシュの当たりもそこも分かりやすい。